井上俊彦です。2021年にフィールドサービスエンジニアとして入社しました。私は半導体製造プロセスの中でも特に難しいとされる露光装置への挑戦を通じて知識と経験を習得したいという強い動機があったため ASML の入社を決めました。私たちのチームでは装置の安定稼働のために様々な対応を行っています。固定の役割にとらわれずチーム全員でフレキシブルに動きます。現場での問題に際しては国内のテクニカルサポートや海外拠点のグローバルサービスセンターと協力し対処します。特に大きなトラブルが発生した際には全国から集まるサポートスタッフと連携しますが、スケジュール通りに作業を完了させることができたとき、チームワークを通じて大きなやりがいを感じています。入社して最初の3ヶ月は海外トレーニングがあり、装置に関する座学、現場実習を受けました。初期のトレーニングだけでなく自ら学べる環境が整っています。 ASML では様々な国籍や言語を話すメンバーと働くことになります。異なる国々ではお客様の背景や文化、仕事に対するアプローチ、さらには時差もあるので問題をできるだけ簡潔で詳しく理解しやすいようにスタイルを心がけています。 ASML Be Part of Progress。